はい、どうもです。今回はですね、こちら、フエダイっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。さて、本日も魚付きにやってきました。こんな感じの浅いサンゴ礁を抜けて深場へ向かっていきます。サンゴ礁を抜けると、いきなり魚を発見。多くの魚の死角となる真上から近づいていきます。まだこっちに気づいてなさそうですね。人！こちらはヒブダイのメス、黄色い魚ですね。さて、今度は少し深場に来て魚を見つけました。潜航開始。今度の魚はこちらに気づいてますね。ゆっくりと近づいていって狙いを定めてヒット。だいぶ大暴れしてますが、このぐらいのサイズだと全然人間のパワーの方が強いですね。引き上げていきます。さて、こちらは長ブダイですね。そして今日のお目当ての魚です。今回の魚は岩の奥深くにいるので、岩に体を突っ込みつつ打っていきます。ヒット！ものすごいパワーでシャフトが引っ張られていきます。ちらっと見えました。こちらがフエダイです。さて、しばらく息を整えてもう一度回収しに行きます。魚を突くより回収する方が全然大変なんですよ。さて、中はどうなっているのか。いました。ただあそこに体を突っ込むのはちょっと狭いか。一度浮上して様子を見ることに。さて、魚のいる場所は分かったので、ポジショニングを整えてもう一度潜りに行きます。潜航開始。おっと、フエダイがいなくなっています。ここで幻の魚、ナミフエダイが登場。なかなかお目にかかれない魚です。ここで水中銃を持ってれば。悔しさが残りますが、普通に回収していきましょう。なんとか回収できました。フエダイですね。ギリギリの刺さり方をしてます。よく回収できました。これはすかさず脳天締めと血抜きをして鮮度を保たせていきましょう。これをするかどうかで魚の味がかなり変わってきます。それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで今日はフエダイなんですけども、知らない人多いんじゃないでしょうか。こちらの魚はですね、簡単に説明しますと超うまい魚です。日本だけでもね、無数に魚ってね、種類いるんですけども、その中で何が一番うまいって言われる、その会話の中に上がってくるレベル、寿司屋だったり魚屋だったりとか、結構魚扱う系の人たちに、何が今まで一番うまかったですかって聞いてフエダイって返ってくることが多いぐらいのね、そのぐらいのね、魚になっておりますと。ただ島のフエダイはそんなに美味しくないです。はい、美味しかったことがありません。今日はね、どうなんでしょうか。ということで早速観察していきましょう。はい、こんな感じでかなりね、お腹の張った個体ですね。これなんで島のね、フエダイがまずいかっていうと、結構魚って卵を産む時にね、浅瀬に上がってくるんですけど、魚付きでつけるようなフエダイって卵を産みに来てる個体が多いんですよね。なんで多分ね、卵が白子なんですよ。でこっちにね、栄養がね、持ってかれちゃってるんで、もう身はね、痩せ痩せの状態のことが多いんですよ。
100% ではないですけどね、死後硬直でね、口がパッカン開いてるんで分かりづらいですけど、口を閉じてる状態だったら口笛を吹くようなね、口の形してるんで笛大って言われてます。まあ、この笛大の特徴としましては、ここです。白い点が1個あることが特徴ですね。この模様から地域によっては白点とかね、呼ばれてたりします。この笛大が一番うまいって言われてるんですけども、それよりランクが下の黒星笛大っていうのをね、食べたことあるんですよ。実はクオリティ高い黒星笛大が、はぁ、魚ってこんなうまいことあるんやっていうぐらいね、うまくて、俺はいつかこいつの白点の最高個体を食べてみたい。ちょっと今回も挑戦です。卵が入ってないことを祈りましょう。マジで卵入ってないでほしいです。お願いしますと祈りながらね、やっていきましょう。 あとちなみになんですけど、笛大よりもね、渋大の方は馴染みがあるかもしれないですね。まあそういったところでですね、早速さばいていきましょう。じゃあ鱗を落としていきましょう。鱗取るパワー使うな、マジで上パンパンだわ。よっしゃ、オッケー。洗い流していきましょう。触ってみると意外と残ってるよな。はい、それでは綺麗になりましたんで、お腹の中を見ていきましょう。卵入ってるなよ。オレンジ色の脂肪が見えたら勝ち、卵が見えたら負けや。そう、なんだよ、大巻きかましたじゃん。なんだ、はい、卵でした。残念。くっそー、油ゼロや。はい、ということで、まあ予想通りではありましたが、卵でしたね。ちなみに笛大の油って白じゃなくてオレンジ色なんですよ。それもね、みんなにね、見せたかったけど、卵が入ってたからなかったです。あ、胃袋の中なんか入ってますよ。見てみましょうか。うわ、硬っ。カニ、これ分からんな。うわ、カニがいっぱい出てくる。このカニってどっかあるんじゃなかったっけ。よく食べたね。鼻には効かないのかな。無駄に割ってみる。うわ、中身味噌いっぱいや。なにこのカニ、めっちゃうまそう。で、こっちへ傷入れまして、洗い流していきます。はい、そしたら頭を落としていきましょう。笛大は頭がでかいんで、頭を何かしらの料理に使ってあげたいですね。あと背骨は折ります。折れねえな。結構骨硬いんで、関節入れますか。関節ここですね。関節入れますと、まあ、大体どんな魚も切れますね。これ釜も使っていきましょうか。よいしょ、こんな感じで釜が取れました。こっちの部分はほとんど食べれる場所ないですね。ほっぺと目ぐらいですね。はい、それでは3枚におろしていきましょう。クオリティは高そうだ。で、これ背骨までいったら、背骨分ちょっとね、包丁を斜めに傾けてあげて、山を越えたら反対側の斜面のに沿ってここで切っていきます。上台はですね、皮も骨も硬いです。もうこんな勢いでいけますから、こんな勢いでいけますから。今日こちら片身、こちらをちょっと味見してみて、まあ、熟成して伸びそうな感じがあれば、あと3日ほど熟成しようと思います。ちょっと一口食べてみましょう。いただきます。少し伸びそうだな。はい、それではこちら半身を熟成して3日間ほど待っていきましょう。
はい、それでは数日経ったんですけども、今日はですね、久しぶりに中華料理でも作ろうと思います。まあ、作っていくのはですね、油淋鶏ならぬ、油淋鶏というね、油淋鶏のソースで食べる魚の唐揚げね、こちら作っていこうかなと思っております。ということで、早速、やっていきましょう。では、保管してた釜を、下処理していきましょう。ここら辺のね、鱗がね、取りづらいんですけども、一旦霜降りして取っていきましょう。やっぱ、鱗をちゃんと取り切るのは大事ですね。セット。よし、いいかな。よいしょ。で、これ熱湯に通していきます。表面だけね、洗っていくようなイメージです。大体の魚、鱗張りやすくなります。サメでも鱗張りますからね。これすごいぞ、みんな、めっちゃ脂浮いてる。おいおい、これスープにしたらめっちゃうまいんじゃないか。いや、でも今日は油淋鶏にする。で、こっから鱗取っていきます。で、鱗取ってる間ね、ふやけちゃうと嫌なんで、ちょっと塩入れときましょう。はい、そうしたら鱗取っていきましょう。そう、ここら辺の鱗ってすごいね、取りづらいんですけど、熱湯を入れれば簡単に取れます。はい、そしたらね、これで皮が綺麗になったんですけども、もう一手間加えます。このね、笛台の皮なんですけど、これマジでね、超硬いんですよ。なんで切り込み入れときます。食感がね、悪いっていうか、多分ね、シンプルに噛み切れないっていうのがね、想定されるんで、皮はなるべく切っておきましょう。多分みんなが想像してる3倍硬いですから。よし !OK! はい、そしたら最後ね、これヒレ取って、よし。はい、そしたらですね、こちら下味をつけていきます。料理酒、醤油、生姜、ニンニクで、香り付けにごま油ですね。想像以上に浸からないから、袋の中に入れましょう。30分ぐらい漬け込んでいきますか。はい、それでは染み込むのを待ってる間にですね、上にかけるタレを作っていきましょう。おろし生姜とネギです。やっぱ油淋鶏といえばね、ネギでしょうということで、で、ここにですね、砂糖、醤油、で、酢です。そして、ごま油ですね。俺はね、ちょっと辛いの好きなんで、輪切り唐辛子、こちらもね、入れていきましょう。で、混ぜ合わせていきます。はい、これで油淋鶏だれの完成ですね。うまっ。はい、それでは時間経ちましたんで、唐揚げにしていきましょう。はい、そしたら片栗粉をまぶしていくんですけども、タレと絡めるんで、いつもよりも衣厚め、衣ってなんや、衣厚めでね、作っていきます。衣を分厚くつけてやっていきましょう。OK です。はい、そしたら今日でかいんでね、中華鍋でやっていきましょう。油入れていきます。まあ、こんなもんでいいでしょう。じゃか、よし、いいんじゃないか。浸かりきれない分はこうやって回しかけていきます。もうこれだけでうまそう。じゃあ油淋鶏完成させる前に、熟成させた刺身を切っていきます。作りたてじゃないとビチャビチャになっちゃいますからね、油淋鶏は。やっぱ皮が硬いな。っぽいね、卵が栄養いってましたからね。では腹骨をすいていきましょう。ここやっぱ薄いな。よし、血合い骨を取っていきます。はい、そしたら皮を引いていきましょう。やばい、下いた。皮硬い硬い言うてたのに。
見ましょう。このままだとちょっと食べづらそうですから、食べやすく切っていきましょう。まあでも一口でいけるか。ギリ一口でいけそうだな。うん、まあ、贅沢刺身ですね。完成です。そしたら油淋鶏盛り付けていきましょう。よし、じゃあかけていきましょう。こんなん絶対うまいやろ。うわ、これ最後タレをね回しかけて、うわーやばいな、これ完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。四日熟成のフエダイ。みんな大変だ。うまいわ。あー、びっくりした。やっぱフエダイとしては全然レベルが高いってことではないんですけど、魚の刺身の中では上位クラスの味がする。めっちゃ味濃い。うまいやんけ。ただ若干筋っぽいんで筋切りした方が美味しいかもね。じゃあ次、もうこれ楽しみで仕方がなかった油淋鶏いただきます。もうこれかぶりついちゃうわ。これはやばい、これはやばい。揚げたらトロットロの身でありながら、もうやっぱ魚自体の旨味がすごいからさ、魚の旨味がガツンとくる中、揚げてるから油でガツンとくるんですけど、それを構図の、構図ってわかんないか、くれないにすって書いて構図って読むんですけど、もうそれだけだったらもうガツンってきちゃって、しんどいしんどい、これは味の爆弾すぎるってなるところが、構図のおかげでうまく丸み込まれて、これはやばいわ。うますぎるな。ちょっとごめん、うますぎる。え、めっちゃうまい。これめちゃめちゃうまい。うわ、これこのうまさ伝えたい。うわー伝えたい。よくある質問でさ、肉と魚どっちが好きってあるじゃん。肉派の人にこれ食べさせたら、あ、ごめん俺やっぱ魚派だわって、あの全員乗り換えるぐらいうまい。えぐい。魚料理の最高峰を足を踏み入れてしまったかもしれない。そんぐらいうまい。でも味が濃すぎて終盤飽きてきた。はい、それではごちそうさまでした。うまかった。フエダイえぐいわ。高級魚をあげるっていうのはちょっとねもったいない感があって手出してきてなかったんですけど、あのこれえぐいです。とにかくえぐい。数万円のコース料理を食べた時、はたまた何時間も行列ができる飯屋でご飯を食べた時、それらの感動を上回ります。ぜひね皆さん、フエダイの釜を見つけましたら絶対油淋鶏した方がいい。これはね言える。そして中国人の人、この料理開発してくれてありがとう。マジで中国の方々のおかげでこれがね今僕は感動できてますから。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは